とりあえずハイブリさんは死んでもらうか。うん、そうしましょう。霊界から10冊で。あ、いいね、押します。します。え、そんなあんの？あるある、これ。ああ、うん、俺死んだんで、ハイソンでも一試合やりましょう、つまんないんで。じゃあいきますかね。はい、はい、あ、よいしょ。むずい試合多いな今日。はい、ボタンや。あざす。ヌーン右から左持ってきた人誰今？魚です。左から右やった人は魚です。どういう人にやってんだ、みんな。それぐらいしかないね。マジで不毛な議論や、今の。こいつ。ごめんごめんごめん、マジでごめん。ごめんじゃねえよ。ごめんごめんごめん。かわいい、かわいいな今のやりとり。赤田さんが来る。5536。今日はいいボタン。いいね。なんで？あら。もうこれで入ったら無理ですよ。メイン。はい、はーい。あ、今日、今日、あー、何がオッケーなんだ。白角できるって思ってた。白出ますね、これは。市民もあります。高田さんは序盤キッチンにいて、上の方に上がっていってる。はい、うん、よしよしよし。え、誰が白なんですか？まあ、アルタカハタはかなりきついと思う。アルタカハタ、シャワーの奥でなんかずっとうろうろしてた。ああ、タカじゃない、マジアルゲンハタ。アルゲンハタが、そう、アルマさんとハタソコさんが、私、あのシャワーのカンカンの方に行ってなめて、お肉疲れたらやばいと思って、途中でタオル拾うのやめて U ターンして戻ったら、お二人とも生きてて終わったって感じです。うん、アルゲンハタ。一応、セキュリティハイブリ最後行って、魚がいます。うん。これネロちゃんの死人ってあります？なんかアルゲンハタがシャワーあたりにいるんやったら。ネロちゃんエンジン脇で初動右行きました、メイン側。それしか見てないです。じゃあそのシャワー3人組から見られてないんやったら、エルキに行ってそう。てかそもそもね、うん、シャワーのドア閉まってるんだよね。いや待って、俺ね一応ね、メイン脇で除染エレキで最後セキュリティだから、そこでは見てないから、シャワーの方行ってんじゃないのかな。いや、シャワーもずーっとドア閉まってます。絶対入れないです。そうなんや、メインシャワー管閉まってますね、うん、もう最後までずっと閉まって、うん、僕が最後あっただけなんで、ゲンさんとアルバに関してはそれ以前できてた場合はちょっと分かんないです。最後はでも畑底って結局上から来てるわけでしょ。貨物から来てて、慎太郎さんとラウンジですれ違ってて、あ、ゲンさんもそっち側から来てる。私もそう、貨物からラウンジ、畑底さんは下に下れられましたね。でその経路ですれ違ってなくて、ドアがずっと閉まってて、シャワー奥も確認して下行かないんだったら、もうアルゲンって無理じゃない。うん、じゃあちょっと僕もいいですかね。僕今ミーティングでボタン押してるんですけど、ヌーン乗ってボタン押してるんですよ。で宿舎のドア多分閉まってたと思うんで、でこれ停電直しての即ボタンなんで、閉めるタイミングないはずなんで見てもらえたら。これ停電直したのって慎太郎さんですか？あ、僕じゃない。ガミですけど、勝ち合いませんでした真ん中。僕は勝ち合ってないつもりですね。一番最後右側上がったのしか見てないから。
どこで勝ち合ったの？どこっていうか場所直したのは？ガミ展望です。あ、ガミさんはね、展望に入ってくの見てる。高菜が。じゃあ、勝ち合ってんだったらネロちゃんが宿舎右とか。うん。いや、勝ち合ったかな？僕は違うんで。でも宿舎右だったら鬼木が見るんじゃない？うん。エレキ降りてそのまま貨物の方行ったはあるかもしれないけど。超高級に行く。まあだから多分大事なのが今宿舎の扉情報かな。うん。で、あの、俺もエレキ入ったのちょっと遅いんで、メインでタスクしてからなんで。うん。死んじゃったー。超高級右？え、違いますよ。じゃあガミが嘘ついてるパターン？誰でしょうね。勝ち合い。え、貨物無理だよな。通過するためには死人出るもん。ちゃんそうなんですよ。嘘つき。ぐらいか。え、神が嘘ついてる。嘘つきがいるね。はい。ナイボーイ。今、停電直しました。おい。宿舎下だけ開いてましたね。あ、そうなの。下だけ右は左右は閉まってる。ああ。後出しになっちゃうとあれなんで、初手の初手僕停電直してます。高菜さんが。左右往復したターン。あとごめんなさい、ちょっと確認したいんですけど、さっきの展望、あ、停電って開いていくような勝ち合ったようなあれありました？僕はなかった。じゃあごめんなさい、うん、僕多分勝ち合ってなくて、うん、押し損ねて離れて治んないからもう一回戻って上げてます。あの一応確認なんですけど、ハイブリッドさんにあのセキュリティでずっと一緒にいたって一緒で OK。 あのそのテープタスクをやっているっていう状況なんだけど、テープタスクにいたっていう証言で大丈夫、ハイブリさん。うん。あ、オッケー。一応僕はハイブリさんの言ってることは正なんだけど、テープタスクをやってる間、ハイブリさんの姿が見えてないので、ハイブリさんそこにいるのは、テープタスクやる前は死にしてるんだけど、その後ハイブリさんが移動してる。あ、最後離れてるよ。ああ、そういうことね。オッケーオッケー。うん、だから俺は最終的に死人が、ハイブリさんの死人はないって感じ。あのセキュリティにいたのは見えてる。うん、これ、アルゲンに聞きたいんですが、メインシャワーガの扉閉まってるって情報って、どれぐらいのタイミングからもずっと最初から。僕がアーカイブの本を4冊しまい終わってからシャワーに入ってるんだけど、もうそのタイミングはずっと閉まってる。ゲンはシャワーに下り出したのが停電始まったぐらいなんですね、アーカイブからシャワー。で、その時にはドア閉まってるんで、まあ、仮に開けたとしたら開きっぱになるはずだから。うん、じゃあ、プラスの情報で今僕エンジン分けてメインエンジンからの扉開いてるのは見てるんで、右上の勝ちを4番開けた時に一緒にやれば死んでなかった感じかな。伊豆さん、ネキルンターンって最終位置どこだっけ、うん、最終位置やったら死んでた。停電直しに行こうと戻ってる。浮いてる？浮いてる浮いてる。うん。キッチンで伊豆、魚、ガミ、高田、検診の4人で湧いて、タスクのちょっと内容を。ガミはエンジン湧きで即キッチンと。あれ？あ、そうでしたっけ？はい、多分3人。まあ、どっちにその辺りにいて、僕、コックピットでタスクやった後、停電読みで配電盤行こうとして戻ってる最中みたいな感じ。まあ、ハイブリ、魚、伊豆、ガミみたいな感じ？切れそうな。シリフ使用しときます。おお、うん。多分ね、魚はね、位置的にキルできないと思うよ。ベント切るぐらいしかないんじゃない？ただ、そうなるとハイブリさんとの人外同士になるから。魚に関しては、俺は、だから見てて最後には見てるけど、最後に見てるから白を出せるだけで、それまでにどっかで言ってたら分からへんよ。それは。だってガミさん多分でも、結構無理やと思うけど。ガミさん目線で今釣りた人って誰ですか？イズ、魚、ハイブリ。うん、ガミさんもできるな。三択会。極めて難しいと思う。いや、右閉まってるんなら基本難しいんじゃないですか、竹雄さん。嘘じゃなくて忘れてただけ。ああ、なるほどな。なんだそれと思ったら。ってことは、うん、ネロちゃんはエレキで死んでるってこと？そうです。そうだよな。あ、そうだよね。神がシェリフだったらそうだよな。そうなんですよね。じゃあ、とりあえずハイブリさんは死んでもらうか。うん、そうしましょう。霊界から10冊で。あ、いいね。押します。ダブルシフト H ボタン押して配送にします。え、そんなあんの？あるある、これ。あ、配送あるんだ。あるわ。配送、俺死んだんで配送でも一試合やりましょう。つまんないんで、つって。例外でちょっと、つまんないんで、もう一試合で。なんか文句ある人います？いやいや、そんな、いつもありがとうございます。やば。あら、生きる。ちょっと。ごめんなさい。キッチンの、キッチンと展望の扉の前でキッチン側です。竹尾さんの死体でした。で、停電直ってます。処理席。僕からも情報があって、アルマくんが7秒より前。竹尾さんが7秒以内。で、アルマくんは多分エンジンらへんかなと思う、死体位置は。なんでそう思います？メインあたりでは確かアルマくん見てて、そこから僕バイタルメインに行ったらアルマくんも死んでたから、多分エンジンらへんで死んでるっていう感じ。畑さんの発見経路は？
キッチンでアルマともう一人ガミさんと湧いてて確か、で、はい、僕がキッチンで、そのままコックピットのダウンロードやりに行って停電になって停電直しに行こうと思ってキッチンに下っていったところを、展望デッキの扉の前で発見です。ゲンさんはどちらに行かれましたか？ゲンは10秒間カメラを見ました。最後誰も映ってませんでした。あ、そもそも畑佐子さんとゲンさん疑わない議論かなって思うんですけど、ね、畑ゲンあるで一応白は取り合ってましたね、生きるの日。アルマが死んだだったら大丈夫じゃない？停電、うん、中アーカイブから上から降りてきた人は誰？え、出ないの？え、それ魚さんあたりかなと僕今思ったんですけど、魚さん初動アーカイブの方行ってませんでしたっけ？アーカイブ行ってラウンジ配線タスク問いでアーカイブ戻って昇降機ダウンロード右で停電が直そうと思ったら直ったって感じの時系です一応ゲンさんと俺タオルタスクを入れていて、はい、停電起きてで配線タスク横にあったんで配線タスクしてたら扉が開いたんですよ。でもゲンさんって下に降りていったように見えたので、うん、一応そのゲン、そうゲンさんがどこに行ったんですかって聞いた。ごめんなさい、先に一つ確認したいことがあって、停電直したんって誰ですか？ああ、じゃあ人外が直してるか死体、畑さん発見したの誰だったっけ？竹尾さんやから、アルマの方が。竹尾さんは直せない。慎太郎目線でアルマって直せない？位置的に直せないと思うよ。神さんに合わせます。そうなんですよね。 どこだと思ってます？僕は伊豆さん、伊豆さん、うん、今のいや停電の話で俺魚さんかなと思ったけど、魚さんマット臭が拭えなくて、うん、ああなるほど、ね、よりは伊豆さんかなって、伊豆さん入れます。基本負けなんで神さんはシレフキルを、はい、うん、魚さんにしてほしいかな。まあ伊豆さん目線は魚ハイブリッド2両とかじゃない。うん。うん。そのままいきます。あら。あら。頑張れ頑張れ。いや、さすがにガミさん乗っ取りっすよね、これ。負け負け。負けたん。そうっすよね。負けだね。俺と高田さんシェリフだもん。そうだよ、俺と高田さんシェリフ。え？僕もシェリフだったんですけど。ああ、じゃあ3人、ごめんごめん。俺も俺も俺も。あっ。ナイス。いいです。まあ、とかもなし。落ちてそうな香りしますけどね。うん。なんか、水さんって最終値言わなかったですよね。さっきのターン。ではないですね。うん。うん、なんか、詰めようと議論をしてはくれていましたけど、最終値言わないのってめちゃくちゃ。まあ、一応、それだったら僕も言ってないから。まあまあ、でもバイタル方向に行ったみたいな話、初手のキルって魚さんハイブリさんだとどっちができなそうとかないんですか？ね、初手のキルは俺最後に魚をセキュリティでテープタスクしてるのを見てエレキにちょっと戻ろうとしたところなのね。だから多分魚視点見えてないと思うんやけど、だから魚の場合はどっかでキルして、それこそベントキルしてきたかな。うーん、まあ僕タスクちょっときついんで、僕もきついっす。魚ハイブリですけど、もう1キル待ってもいいかなと思う。ああ、まあ、タスク勝ちとかじゃなくて、シンプルに。でもね、僕、割とハイブリさんは人外かなと思っちゃってるんですよね。理由は？これ、議論的なあれだけど、ハイブリさんって前回の議論で結構、ゲンさんに語りかけた印象があるんで、でもゲンさんってアルマ君が死んだ以上、ほぼ白1だから、なんかそこに時間使わせるのがあんまり印象よくなかったんですよね、僕目線で。俺は停電中にシャワーのタオルタスクにいて、うん、その時にアーカイブシャワー館の扉が開いているのね。はい。なので、そっち方面とかにゲンさんが開いてたんやったら関係ないけど、他が出てきたら、インポスターか、もしくは他の、おにきか、アルマ君。アルマ君は情報出てたけど、あれやけど、おにきとかかなと思って聞いてます。なので、ゲンさんに聞いてます。うん。で、私のね、カメラ情報だと、そのアーカイブには一回も人が映ってないんですね、停電中10秒間回したのに。っていう理由から、うん、私の情報と若干対抗気味かなっていう印象もハイブリさんにあって、まあ慎太郎さんのリードセットでちょっとハイブリさんを疑わしくは見ちゃってますね。僕もハイブリ魚の内訳かなって思ってて、まあであれば最悪マットから釣ってもまだいけるから、うん、そうですね。じゃあハイブリさんから釣りますか。はい、はい、はい、ボタンないんで終わんなくて魚さん見つけた場合は頑張って切ります。僕もボタンないです。僕もボタンないです。ボタンあります。ボタンはい、はい、ガミさんシェリフな。シェリフ一人しかいないじゃん。お
本当だ。え、シェリフって言ってたよ。シェリフ言いましたよ。あ、霊界に3人ぐらいシェリフいたから。バニラのバーガーのあれは。実際なりすると僕インポスターで配電盤前いなくて展望の。だからガミさんマットやと思ってずっと聞いてて。いやてかシャワー3シェルきつかったなあ。ねえ、俺のシェルやったんや。あれなかったらまだなんとか戦えたかな。あれピットの強み出てた。ずっとナゲットが視界に映ってたからすごいね。あ、これ見やすいよね、このナゲット。いや、そうそうそう、めっちゃ見やすいの。時は便利。原産ずっと近くにいるって思いながら。マジで見やすかったこれ。